で直接叩くのは難しい分、うん、着地周りでそこら辺のリターンのなんだろう応酬というか、そう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 、いきなりなんか下強をジャストシールドっていうねさあ透かしつかみ避けています、うん、さあどういうジリジリした空前だね、思いきや、うん、ガンガン来ますよ。空前が当たったときはいきなり展開が、あ、そうそうそう、変わります変わります。空前入って空へ伸ばしていきましたね。でファルコは空下が当たるとでかい、これは高いですね、うん、N 締めコンボ、いいダメージ。下強には空前、やっぱお互いが差し込む技として、うん、ファルコ側が下強、うん、カービィ側が空前を狙ってると、うん、やっぱ勝ち合いやすいのはカービィ側の空前になるみたいな感じですね。そうなんですよ、空前の方がフットワークは軽い。地上技でなんとかカービィを崩さなくてはいけないが、うまい、空車を置いている。歩いて下強から反転空中しろ、下げて掛け替え、高め復帰阻止に合わせて確認から上投げ、着地狩り様子見、そんで下からにリスクつける狙いですが、さあどう取る、うまくかわした、戻ってきて下強、これは転倒じゃない、なんとか密着拒否してますね、うん、空中前、これは地上には当たらない、上スマッシュ、高め読んでいるがちょっと感性が難しかったですね、はい、その後のこれは反対側から、なるほど、そうファイアバード見られて空下打たれたら詰むんで、うん、ファルコの、ね、下側からの復帰はとても弱いですからね、うん、さあ歩いて下強からの空中しろ、魔装を研ぎ澄ましてましたね。じゃあ今のでいいじゃんって、うん、そういうわけでもない、そういうわけでもないといえばないが、まあ、ストック先行取れたのはかなり大きい、はい、崩し合いがお互い難しい中で先行を取った側はお前が攻めてこいよという立場的優位を取っている。高いですね、高いコンボ51、空中前、そろそろ撃墜技が欲しくなってくるが、やはりこの大ジャンプを止めるのがカービィ側も難しい。横強から崖狩り、井戸回避で戻ってくるが、攻撃上がりに空中前、いやだからこれジャンプがもうないぞ。そうですね、おっと捕まって移動回避を駆使して戻ってくる、まあ、バーニングの持続とかが結構強いんで、うん、あの移動回避とかビジョンとかファイアバードとかでタクを散らしてうまく崖を捕まるタイミングを変えてますね。うまい、横強ジャストシールドから展開作って面白い展開でしたね。一気にライン回復してきましたね、うん、ライン回復かつ攻撃的な選択肢、横強からダウン展開を作ったがこれはさすがに上投げで撃墜。さあリードしてはいるものの、うん、横並び、お互いにねパーセント稼ぐことに関しては結構、うん、優秀なキャラクターだと思うん で、 そうですね、カービィがここからでもワンタッチすればすぐに追いついてしまいそうなものだが、うん、上スマッシュを空振りしたのを見てから空中前へ火力の起点を狙う。若干ねカービィの空前の当たり方が先端すぎると、うん、つかみだの、そうですね、空前だのが入らない、ギリギリ確定しない距離感になっているか、下強転倒、これは確定のダッシュ攻撃をつなげてナイス、ビジョンに空中前判定勝ち、強気にいったが高めから戻ってくる、下強攻撃に対して空中前では反撃にはならないが近距離戦やはりカービィの方が強力、ビジョンをがっちりキャッチして空中に取れる、ね、もう一気にこれはカービィ側の、そうですね、ペースになってきたがライン回復、大ジャンプで成功、下強攻撃先端で当てて足払い足払い、ビア歩きから回避を見ている、空前で固めて読み合い、下強もうそろそろ OP が気になってくるか、空中前上様氏のモーションは見えていたが空中前発生が早い。さあお互いに何で撃墜を狙う、うん、持続でカービィにはこれがあるバーニングでの撃墜、撃墜争いになってしまうとやっぱりカービィ側に部があるのか、そうですね、いろんな技で倒せるっていう、これは下強2連から横スマッシュ痛いダメージだ、高めもそろそろ読んできた、空中へ、空中前先端から下強の壁、ジャンプ様子見で低リスクに攻めたいが、フル技がなさそうだ、なさそうだ、うまい投げ、うまいが撃墜には至らない、そうですね、この展開でなんとかといったところだが移動回避で戻ってきた、これ入れ替わっちゃって逆に怖いぞ、受け身取ってる、うまい、ビジョン当たってだがもうパーセントが高すぎて、そうですね、うん、しかも地上ビジョンだったんで確定はない、これはまずいぞ、ファイナルカッターね、終始2ストック目からもうやっぱりファルコ側の撃墜が苦しそうな、いやそう展開になってましたね、その通り、まあ、下強があるじゃんという話なんですけど、うん、下強しかないんですよねっていう、まあそうですね、下強だけならもうガードすればいいですからね、うん、カービィ側としては、
でそのなんだろう、下強に対して一応空中前が確定反撃ではないんで、うん、シールドに対してまあ手堅く触れてはいるんですけど、その有利フレームを取ったカービィの空中前をファルコ側がまあシールドで受けなきゃいけなくて、はい、でその後シールドから選べる選択肢っていうのが、まあ、カービィに対して有効打があんまりないっていう展開になってるんで、要の上強とかもね、あの当たりづらいですから。そう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 、なんかこれできないのかな、下強先端ガードさせた後こうジャスが置いちゃうみたいな。いやもう入れ込みで、あそう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 、机上論ですけど、カービィとリターン勝負するにはなんかそれぐらい必要そうな気もしてきた。うまいうまい、ジャストシルドから反転植木をつなげていくが、まずいぞ、これは下めてよ。あのね、ファイナルカッターとても借りたくなってしまうっていうね、うん、気持ちは分かるんですけど、ミスってしまった場合カービィにはねメテオが、多段ジャンプからのメテオがあるんで、うん、生半可なファイターでは下から復帰を許されることはない。そうですね、非常に苦しい展開となった復帰阻止による一手、空中前で獲得したユリフレームを回り込み回避でラインに使う。下強空中へ、さらにバーニング着地狩り、ダメージがガンガン入るぞ、きついぞ。スマムラならば下からくぐって反対側、反転下強から空中前をつなげる、場外に追い出して復帰阻止で仕留めたい気もするが、よみがえるファイナルカッターの悪夢、もう行きたくはないでしょう。横スマッシュもバッチリガード、どっちに行くか惑わしてなんとか空下に抵抗、空中ビジョンから空中後ろを狙ったが姿勢が小さすぎるか、空母を、ね、直接当てようにもカービィがね小さいという。そうなんですよね、そこも噛み合っている、うん、空前落としから空中に取れる、スマムラの影響もあってか、うん、撃墜にしましたね。ここで撃墜取り切れたのはかなり大きい。まだ追いつけるか、空中前に対して横強攻撃、復帰阻止怖いぞ、深め追ってきた、 N 回避まで見てく N、はい、外に飛ばして撃墜だ。下強から下強も一発様子見、空下、空下反転上強、面白いコンボルート、反転上強、反転してる。空下持続がなんか立ち吹っ飛びの時はめっちゃいろんな技確定するんですよね。反転をする猶予も生まれると、うん、バッチリあると。ファイヤーバードジャンプを切らずに戻ってきて回避見ているが、運営を2回目まで確認して割り込んで掴み、おからの空中しろ、ギリギリ届かないか、うん、変更完璧、生存完了。ここストックを拾ったの大きいが、うまいぞ、空前落としから空ぬ、はい、ファイナルカッターに対しての回答を、ね、うんうん、用意してきました、ね、そうですね、あれならばジャンプも潰れていない。さあ最終ストック並んだ、まだ活路はあるか。空中前やはり下強に対して相性が良くて、転倒からその場起き上がりにホールド横スマ、これが歩く筋肉と言われるゆえん、ゆえんですね破壊力がありすぎる、うん、まあ、転倒確率がまあ 30% ぐらいかな、 30% ぐらいで、はい、まあ、仮に転倒しなかった場合は、横スマッシュが確定しなくて掴みで反撃もらうんですけど、うん、カービィからしたらだから何なんですよね、まあ、部のいい賭けですもんね、それこそサイコロを振るような。